まずはじめに自己紹介よろしくお願いします。はい、体験王国紫村国吉淳です。よろしくお願いします。はい、淳さんよろしくお願いいたします。早速なんですけども、現在体験王国紫村の方で何やら素敵なイベントが開催しているということで、淳さんの方から紹介よろしくお願いいたします。はい、現在紫村でですね、ジャナテの竹明かりというあの竹の明かりを使ったですねイベントを開催しております。 こちらのイベントなんですけども初開催というふうにお聞きしたんですけども竹明の何か見どころですとか何かじゅんさんのおすすめのポイントがありましたら教えてくださいはいあのー、今回ですねこの竹明集団あの地下圏というですね総合プロデュースの皆さんとまあ、縁あって、はい、会いましてその方々による、えー、竹明のもう一つの作品としてですね展示している環境ですで、これは竹をですね熊本からですね200本沖縄に運んできて、うん それを加工ししててて現地で作って制作っ制おりますえと実際に今回も初めての開催だということで、えー、まあイベントの方行われているんですけども実際にあの夜の時間帯になって実際見ていい、かかがでしたかはいあのー、紫村のメンバーもですねあの初めて見るあの竹あかりなんですけども本当に、あのー、紫村の,この石畳石垣そして赤瓦とこの竹っていうのがですねうまくマッチしてまして、うん、本当に幻想的な明かりが あってとても綺麗と感じております。<laughs> このイベントなんですけども、実際に開催する時間帯とか料金とかかかりますかね？はい、あのこのジャーナルの竹明かりは夕方のま6時30分からスタートしましてで、夜10時までのイベントとなっております。で、入園料が必要になりましてで、大人が1200円で、中学生高校生が700円で小学生600円幼児の皆さん無料という形になっております。イベント開催の方をしているんですけども、お客様から何か反応とかまあ、sns の反応はいかがですか？ はい、あのおかげさまであの皆さんたくさんのお客さんに今足を運んでいただいてそして本当に竹の明かり、えー、なかなか見る機会ないと思いますので本当ににきれいですっていう形で、はい、お声頂い,い,いております。 あとね、まあ、今のこの開催の時期って、やっぱどうしても沖縄県は雨の多い、まあ、季節、まあ、時期でもあるんですけども、実際、雨の中でも楽しめる、そんなイベントになってますか、はいあのー、やはり梅雨時期ですね、あのー、のイベントにはなってるんですけども、えー、そこもやはりこの雨に濡れた。 感じの、えー、このこ竹の明かりであったりとかでうちのこのこ赤柄の建物だったりとかそういうまあ雰囲気もとても雨の中でも出てきますのでぜひ雨でちょっとあのなかなか足運べづらいんですけども来ていただいても楽しめるイベントとなっております。はい それではんさんの方から最後に「夕、え、刊、ー、TV」をご覧の皆様に一言メッセージいただきたいと思います。はい、あのー、現在、この竹あかりですね、もちろん竹あのあかりを楽しんでいただきたいですしまた、ジャナテの中にもですね、もちろん入れて、そこでまあお休みあの、ゆっくり過ごしながらそしてあと、食べ物、飲み物もあの提供してますのでぜひ、えー、ご家族で、はい、カップルで、はい、お一人様でも、はい、皆さん楽しめますのでぜひ遊びに来てください。 ございます。本日は体験王国紫村国吉じさんの方から素敵なイベント情報をご紹介いたしました。本日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。